はい、どうも皆さん、午後派です。午後の午後です。というわけで本日もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー遊んでいきたいと思います。さあ、前回ね、もうなんとか武闘家ね倒しまして、武闘家戦士あと魔法使いでね、優勝することができました。残るは僧侶と魔物使いですね。はい、最強武闘家カード、よしよし。で、光の玉も手に入りましたね。この光の玉ね、勇気が湧き出るんで、結構ね、使えたりするんですけど、まあ、置いておいて、とりあえず、お金も入ったんで、ラインナップ増えたカードショップ、見ていきましょうか。あとは、まあ、外でガチャでも回しますか。さあ、まあね、上級職に転職もしたいんだけど、まあ、僧侶と、サライムライト違うバージョンだ。僧侶と魔物使いのレベリングが、課題かな。おー、銀のタロット、マジドラクエ4本編で遊んでたわ。あ、お化けが、これ何枚持っとるこれ。はい。4枚目。姉妹揃ってくる。なにこれ、姉妹揃ってきたんだけど。ちょっと今日来てるな。ダークランサーだ。ってことは、これ、スライムナイトでしょ。メタルライダーでしょ。メタルライダーどこ行った？メタルライダーでしょ？で？ダークランサー。あ、合体モンスター。いや、でも待って、ちょっとミネアとマーニャ使おうかな。マーニャだっけ、姉貴の方、ドラゴラムする方、メラゾーマめっちゃ使わせる方、マーニャだよ。ミネアとマーニャ来た。マジ？ドラクエ4めっちゃ揃ってきてるじゃん。マジ？ちょっとじゃあレベリングしますか。うわー、めっちゃ集まってきたね、カード。嬉しい。まあね、最近ちょっと、こいつらが、こいつらって言ったらあれだけど、NPC たちが結構ね、レベル上がって強くなってるんで、ちょっと全員倒したい。ついでに、ミネアマーニャ使っていきましょう。いやー、嬉しいね、これ。とりあえず手に入れたカードも使っていきますか。はい、対戦よろしくお願いします、ひなちゃん。はい。スライムナイト、スライムつむり、シールドこそ。なんか、前と同じじゃない？構成。この構成見たことある。でも、モンスターマスターレベル50になってるから、普通に強くなってんだよな。はい、じゃあ、まあ、魔物使いか僧侶なんだけど、まあ、僧侶のレベル上げますか。賢者の杖も強いんだけど、まあ、海鳴りかな？海鳴りの杖で、盾は、物理が多いか。そうだね、物理、まあ、聖堂の盾かな。聖堂の盾で。で、鎧は、三河市かな？三河市の服にしましょうか。三河市の服にして、モンスターなんだけど、あんまりない。もうね、猫窓可愛いから使うか、せっかくだし。うん、じゃあ、猫窓と、キメラは？キメラどう？相性良かったりしない？あー、飛ばしちゃった！海鳴りの杖、三河市の服、聖堂の盾。さあ、ここです。そして、猫窓にキメラ。あ、キメラ相性いいね。バギマ、キャダイ。ああ、いいじゃないですか。相性良くない。猫窓が良くない、これ。はい、ドラゴンクエスト5の曲を流していきまして、対戦よろしくお願いします、ひなちゃん。まあ、僧侶と言いながらね、補助系呪文使う。体力差ありすぎだろ。はい、敵はモンスターマスターレベル50で僧侶。こっちから僧侶レベル5です。じゃあ、早速誘惑の踊りしてきますか？モンスター誘惑していくか。エッチすぎるんだよな、マジで。衣装が。あっ見とれすぎ。
さすがにエッチすぎたか。いや、見とれすぎだろ。マーニャすご。ヒャダインね。かかか、片思いです。やっていきましょう。あ、いい。あー、まあそうだよね。スライムつぶりとか、氷耐性ありそう。さあ、バギマー。猫魔導ね。かわいい。もう、口がかわいいわ。にゃんこってだけで。あー、でも112入ってる。いいね。さあ、スライムナイト見とれています。さあ、キメラは炎の鳥。行きましょう。よいしょ。全部聞いてないや、あんまり。全部あんまり聞いてない。ちょっと、まあ、バギマもあんま聞かないんだけどな。まあ、しょうがないか。なんだ。あー、もうひなちゃんもスペシャルカード使うようになっちゃったのか。お、パフパフじゃねえか。お、エッジ祭りなんですけど。お、キメラ、お前。おい、マーニャだろ、ゼシカだろ、お前。見とれすぎ、見とれすぎ、みんな。ここ、戦場よ。いやー、NPC がめちゃめちゃ手強くなってるなー。さあ、ヒャダイン。打っていく。よいしょ。まあまあまあ、かもなく、不可もなくかな。見とれちゃってるねー。いや、これ、勝てないかもなー。避けろ。ナイスネコマドウ、さすがじゃ。さすがネコマドウじゃ。さあ、ビビリギリ、これね、痛恨出やすいんよ。オーケーオーケー。まあ、守備力上がってもこっち魔法で戦ってるんで問題ないでしょう。さあ、メラミでいこう。でっかい鈴いいよな。強い強いね。炎の鳥あんま意味ないけど、まあ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 いいでしょう。さあ、勇気はこっちの方が溜まっている。立ち塞がってくる。これスライムつむりには炎効くんじゃないの。さあ、キメラ、さっき見とれてた分仕事してくれ。全然効いてねえ。さあ、ジャンプ切り、うん、効く。厳しいね。ヒャダインもスライムつむり、あ、激流か、あんまり効かないからな。はい。いや、全然効いてねえ。しょうがないとはいえ、ただメラミは効く。はい。猫の毛メラミ。いかがかな。さあ、ビビリギリ、これ避けれたら御の字だけど、まあしょうがない。オッケー。あとはもう呪文で詰めて、こっちが早く動ければ勝てるなっていう感じかな。さあ、呪文で相手は避けれないからね。さあ、立ち塞がる、使ってこない。いやー、先手取られたのはでかい。ナイスガード、聖堂の盾、素晴らしい。さあ、ヒャダイどうじゃ。とどめでもいいけど、あんまり効かなかったからな、さっき。ヒャダインって結構上級な呪文だと思うんだけどな。ヒャダルコの上だからね。当てみそうは、これもガードなり回避なりしてくれると助かるんだけど、いかがかな。おほほほほめっちゃいいじゃん、聖堂の盾。めっちゃガードするやん。あ、待って、これまずい。うわぁ、勝負あり。くぅ、負けた。まあでもこれはしょうがない。もうここが僧侶について事前に調べてなかったのが悪いね。くー、ひなちゃんも強くなってるな。もう僧侶のあのレベルの低さじゃ無理か。ちょっとせめて職業相性だけ見ましょう。とりあえずひなにリベンジだな。ひなは倒したい。もうね、強いんすよ意外とスライム系のモンスターって。このゲームだとなかなかないよな、マジで。俺ストーンマンの方がスライムつむりより強いだろうって思ったけど、うわー、はぐれメタルや。待って、これ僧侶無理かも。はぐれメタルって呪文通さないんですよ。呪文効かないの。だからめっちゃ厳しいと思うんだよな。さすがに武闘家か。さすがに武闘家にしようか。
ドラゴンキラー買ったしね。いや、はぐれメタルは相性悪すぎるよ。死神の盾。で、三河市の服だったからな。武闘技着ようか。いやー、ちょっと相性悪いからね。はぐれメタルと魔法は。さすがにね。だから、格闘パンサー使おっか。竜太が使ってた。強かったからな、格闘パンサー。どこだ？いたいた。格闘パンサー。あと、武闘家と相性良さそうなのなんだろう。あ、アームライオンにしよう。よしよしよし。オッケー。これでいきましょう。ドラゴンいないのにドラゴンキラーっていうね。さあ、やっていきましょう。まずは、ドラゴンキラー装備。かっこいい。そして死神の盾。武闘技。力がちょっと上がるのがね、武闘技はいいところですね。さあ、どうかで、格闘パンサーとアームライオン。110件になった。OK。素早さアップ。でかいね。はい、対戦よろしくお願いします。まさかね、はぐれメタル出してくるとは思わなかった。が、ここは、倒していきたいところだから、煉獄長って。スライム好きちゃうんか。とりあえず、銀のタロット、ちょっと見ていきませんか。皆さん。せっかく拾ったんでね。あ？敵もか。なんだ？あー、炎のリング。わーお。マジかマジか。本気だ。さすがに強いぞ。さあ、銀のタロット、何が起こる？いけ！運命のカード。え？え？あ。あ、え？止まっている。ああ。ああ、止まっている。何この茶番。何これ。やった、でも炎のリング防げたのめっちゃでかくない？これ。ウケる。え、めっちゃおもろ。何これ。おもろ。めっちゃおもろいんだけど。そんなことあるんだ。銀のタロット最高やな。呪われてるわ、死神の盾で。やってる。赤トリンガタック。 OK。 ヒットアンドアウェイじゃないのはありがたいね。逃げられちゃうんだよね、ヒットアンドアウェイ。オッケー、ナイス回避。さすが武闘家だね。さあ、ダークランサーは失踪毒好き。失踪して、毒で、月で、すごいな。いやー、めっちゃダメージでかい。それ。めっちゃ苦しい。さあ、110件。あいあい、あい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 。手がね、多いっす。あんまり効いてない。身の守り硬いんだ、ダークランサー。ゆりかこの歌。うわー、絶対眠らせてくるやつやん。オッケー、ナイス。さあ、格闘パンサーね。強かったな、リュウタの格闘パンサー。いやー、避けられた。いや、これさ、合体技になっちゃうのすげー不便だな。合体技使いたくないんだけど。失踪毒好き。ダークランサー強くねえか、これ。さっきからめちゃめちゃダメージ食らっちゃうんだけど、毒のせいで。普通に強えな。さあ、流滅剣。まあ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 。竜じゃないとね。ヒットアンドアウェイ。これ逃げられちゃうんだよね。火炎の息が。まあでもそもそもブレス効く。いやでもそうなんですよ。素早さが高ければ高いほど会心が出やすくて、はぐれメタルの素早さって、255だから。あ、終わってるわ。これは終わってる。オッケーオッケー。ゆりかこの歌が当たらないだけかなりありがたい。いやー、厳しいね。さあ、火炎の息。うわー、あ、でもダークランサーめっちゃ火に弱い。これで。いや、まずいなぁ。痛恨も出されてるし、ヒットアンドアウェイで逃げられるし、
ゆりかごの歌使ってくれてるだけありがたいか。よしよし、ナイス三河氏。さあ逃げていく。さあこの暴れ回るでね、まあでもな、はぐれメタルがいないから全体攻撃がなあんまり強くないんだよ。かといって単体攻撃打とうとしたら合体技になっちゃうし、めっちゃ相性悪いなこのチーム。これはわー普通に強い。ダークランサー強いね。これなー強いな、やっぱ300出るのやっぱ強いな。新速逆ゆりかごの歌これしかしてこん。うわさすがにか。いやーきつ。やべ、ひなちゃんに勝てねえ。ひなちゃん強え。いや勝てねえなこれ。やばい、オーブ溜まっちゃうもんな。まずいなこれ、負けたかな。オーブ溜まっちゃうもんね敵。こっち溜まらないもんな。くー厳しい。とどめの一撃放たれちゃう。うわー強くね、ひなちゃん。なんか強すぎるんですけど、今の俺じゃ勝てねえか。さあ流滅剣、よしよし、イエスイエス、これで頼む頼む頼む。当てはしたよ。よっしゃ、あぶねえ。うわあぶねえ。よしよし、あぶねえ。モンスターマスター強え。敵強すぎだろこれ。アグレメタル使ってくるんだね。やったー、タホドラキーだー。嬉しい嬉しい。どんどんカード集まってく。ありがとう。ちょっと待ってね、これね、もうそろそろおしゃれ着しましょう。俺もおしゃれ着着ないとこれ勝てないことが判明しました。えぐえぐすぎ。ちょっとやだやだ、ちょっとスパイヤ、おい大輝勝負しようぜ。勝負しよう大輝。なんだこれ。よっしゃやろうぜ大輝。もう主人公原型ないわ。で僧侶ね、僧侶のレベル上げしましょう。大輝もバトルマスターになってるはずだからめちゃめちゃ強くなってそうなんだよな。ちょっと見ましょうねこの相手チーム。さあどんな感じか。はいはいはい、三日神の盾、魔人王の神秘の夜。うわー、グレートオーラスキラーマシン2。俺のさあこの装備さ、俺がアーケード版で遊んでた頃の装備なんですよほぼこれ。俺大輝だったんか。俺が大輝だ。ああ、なんだ俺大輝だったんだ。いやとりあえず僧侶だね。でグレートオーラスが多分氷に強いと思うんだよね。賢者の杖のイオラで攻めていこうか。賢者の杖のイオラで、盾はあーまあ物理ばっかだけど魔人のオーナーあるからメタルキングの盾かな。会心ガードしたい。で鎧なんだけど、まあ見かわせたら御の字って感じかな。見かわしの服で、1体目のモンスターなんだけど、これ使ってくか。まあ、回避率も申し分ないし、身の守りもあるし、ダークランサーと、あと1体ね、ドラッキーとかも相性良かったよね。ボル&ブルも良かった。他何が良かったっけ？あー、キラーパンサーか。キラーパンサー行くか。よし、これで行きましょう。モンスターに関してはめちゃめちゃ強いと思うんだけど。さあまずは賢者の杖、賢さが93でかいね。そしてメタルキングの盾に三河氏の服、 OK。 これで素早さも77あるね。はい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 。さあダークランサーとキラーパンサーが出てくる。相性これいいよね。大丈夫だよね。あれキラーパンサーって、あそうだよね、よかったよかった。よし賢さアップ。まあ
555にしかあんまり意味ないんですけど、はい、おしゃれ着のあれもあります。よしよしよし、いいんじゃない。呪文使える頃が良かったかもな、キラーパンサーじゃなくて。まあでもやっていきましょう、やるしかない。さあキラーマシン2って強いイメージあるけどね、どうだろう。やっていきましょう。体力はさすがに敵の方がでかいね。バトルマスターレベル50か。さあじゃあもういきなりやっちゃいます。銀のタロット見ていきましょうよ。どんな効果が発動するか。このカードに決めた。おー、すべての攻撃を弾く。ちょっと待って、強すぎ。しかもスペシャルカードかぶったし。え、全部弾くの。え、じゃあ俺今無敵、無敵っすか今。すいませんね、ちょっとなんか、あ、すいません、ちょっとすいませんね。あ、いいよな、もうぶつけていく。いや、ちょっと申し訳ないなこれ大輝くんに。よいしょ。あー、三鏡の盾、さすがだな。さ、失踪毒好きで、よいしょ。毒効くか、効かない。呪われてますね、魔人の斧に呪われてます彼。さ、キラーマシン2コード101、どんな攻撃か全くわからない。あ、はスラブラスター要求してくんの、えぐ。はい、まあ効きませんと。これが銀のタロットの力、マジかよ。ナックルスタンプ、まあまあまあ、これもね。あ、もうなんなら回避してるもん。もうスペシャルカードいらないレベル、いらなかったレベルだもん。いやでもこれで五分五分だね。うん、これで五分五分です。失踪毒好きをね、グレートオーラスかなんかに当ててほしいね。頼む、キラーマシン2じゃなくて。よいしょ。あー、ほらね、グレートオーラス見る守り低いです。よっしゃ、380ぐらいいったんじゃない今ダメージ、かなりでかい。さあ魔人斬りはオッケー。よし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 、魔人斬り大好きだけど、わかる気持ち、そうなるよな。さあコード083、どんな攻撃なんでしょうか。当たっちゃうな、うわー、えぐ。さあグレートオーラスの攻撃、ナックルスタンプは避けるなりなんなりしていきたい。当たっていくか。うん、まあまあだな。うん、見た目的に300いきそうだったけど。よいしょ。ダメージでか。さあ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 、イオラやっていきましょう。三鏡の盾でガードされなかったらいいんだけど。よいしょ、いいねー、いいんじゃない?このまま、このまま。このまま行こう。もう、結構体力差あるから。さあ、疾風の牙で。強すぎだろ。疾風の牙強すぎるんですけど。で、グレートオーラスが弱すぎるな、これ。さては。うわー、大輝勝てー。あ、でも毒食らってる。くっそ、とどめさせないか。このターンだと。101スラブラスターを要求。うん、うおー、ダメージでかっ。いや敵強いて、ちょっと強すぎませんか皆さん。大輝くんといい、ひなちゃんといい、勇気ギリ溜まってない。なんだこれ、勇気ちょっと溜まってない。くそ、ナイス回避、呪われない。オッケー、大切断ね。呪いにしてくるから結構強いんだよね、あの攻撃も。だから好きで使ったんだけど。うん、まあ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 、ダークランサー硬い。よし、じゃああとは全体攻撃ぶつけて GG かな。大輝くんには勝てたな、僧侶で。まあ、銀のタロットがちょっと強すぎたね。金のタロットが強すぎた。よし、勝負あり。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、バトルマスターレベル50に勝てていくか。よし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 。992の経験値はでかい。レベル8。うん。いや、僧侶の大会結構苦戦しそうだからな。僧侶難しそうだもん、単純にね。よし、
430ゴールド。おお、グレートオーラス。くー、今のなしってわけにはいかないよな。よしよしよし。一発勝負、確かに。オッケー、大輝くんにも勝てた。じゃあラスト、プーヤンとかいっとく？うわー、なんか鎌持ってる、ほら。ちょっとか、みんないろいろ持ちすぎだろ。スコップ持ってるわ。プーヤンがあの石像のそばにいると親子に見えちゃって仕方ない。あー、トルネコの息子プーヤン。え、この子もなんか角つけてるよ。あー、な、え、なんかみんなコスプレしだしてるんだけど。怖い怖い。じゃあプーヤンちょっと遊ぼう、俺と。すごいな、たくさん優勝してて。そうなんですよ。モンスターマスターが使う、あ、そうなんだ。さあ、メタルスライム級か。追いつけないな。みんなの成長速度が速すぎる。ポチトラマジで大会、なんとか勝ったのに。相手チームの登場だ。さあ、見ていきましょう。大目玉。うわー。ホースデビルか。しかも、資料の騎士。強いねー。ホースデビルなー。強かったからな、メラミ。まあちょっとここは僧侶で遊んでいきたいんですが、あー、祝福の杖使うか。今日まだ使ってないもんね。で、盾は、魔法の盾かな。光のドレスでいっか。光のドレス。いいね。僧侶っぽくなった。死神の盾を装備してた時とは段違いな感じに僧侶っぽくなってきましたが、そうだな、ドラゴンライダー行こうか。ドラゴンライダー行くか。これでドラゴンコンビへ。悪魔にはドラゴンをぶつける。どうだどうだろう。使ったことないから何もわからんさあ、まずは祝福の杖、そして魔法の盾で、光のドレス、お似合いです。はい、かわいいね。結構かわいい。そしてドラゴンライダーにダースドラゴンのなんか色やべえダースドラゴンの色やべえな、なんか紫の色。よしよしよし、賢さがアップ。でおしゃれ着の効果でいろいろアップしていくでしょう。 OK。 あとは銀のタロットを引いて何が起こるか、これにかかってますね。さあ、遊んでいきましょう。敵がどんどん強化されていくね。レディーファイト、やっていきましょう。さあ、僕のチームに命令を与えます。まずは初手、銀のタロットで遊んでいきたい。俺のターン、ドロー。来たぜ、切り札。相手のヒットポイントをゼロにする。あ、マーニャだ。さすがミネア、マーニャの妹。さすがです。さすが。やっぱね、ミネアも見とれさせることできるんすわ。デホイミはちょっとあんまり意味がないかもしれません。だって、最大体力以上に回復しないもの。くそ、バーギマ打ってほしかったな。あ、いえ。おお、そこそこのダメージ出しますね。さあ、ドラゴンライダーはナリホーマ。いやー、敵見とれてっから意味ないんだよな。意味がない。ブレス吐いただけや、このターン。まあ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 、いいでしょう。大目玉かわいい。いや、しょうがないね。はい、煉獄斬り、バギマ、アサルトクロー、これでいきましょう。いやー、なんだスペシャルカードが。何使ってくるんだプーヤンは。わ、風のマント。あ、違う、早草切り。これって2回攻撃だっけ。2回攻撃な気がする、ワンチャン。さあ、バギマ、よいしょ。呪文2回攻撃はね、かなりしんどい。うん、かなりしんどいです。さあ、電撃放射、ビビ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 。うん、まあ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 、かもなく不可もなくですね。さあ、煉獄斬り、ブレスやって、よいしょ。でかい311、やっぱ強いねドラゴンライダー。さあ、メラミなんだけど、まあ炎耐性はドラゴン族たちのやつらはあるから。あ、オッケー。
あーやっぱ2連続か。主人公を狙ってくれる分にはね、賢さ高いから、まあまあまあ。うわー、はやぶさ切りでかいなこれ。俺もキラーピアス欲しい。呪いのランブ、うー185。おー、あんま食らわないね。うわー、でも2回攻撃はきつい。勇気もめっちゃ溜まるしな。いやー呪われた。うー、やってくれるね。よいしょよいしょ。おい、302。いいね、ダメージはでかい。バギマ、アサルトクローでいくか。まあまあ体力優位よこっち。いいよ。さあ、ドルマは光のドレス着てっからあんまり効かないはず、主人公はね。オッケー、ダースドラゴンもね、本来はダークだったはずのドラゴンですからよいしょ、魔法の盾です。これが魔法の盾。電撃放射はまああんま痛くないんで大丈夫でしょう。オッケー、よしよしよし、勝てそう、勝てそうですよ。アサルトクローちゃんと当ててくれれば。全てをズタズタに。いいですね。ダースドラゴンをペットで飼ったら大変なことになりますね。さあ、バギまで回避不可の攻撃を与えていきましょう。よいしょ。うん。さあ、ドラゴンライダーは一回休み。よし。あとは、全体攻撃で、GG できたら、でかいかな。さあ、自分チームの攻撃、バギマ。いきます。はい。404。エラーの体力になってる。さあ、灼熱。結構早めに動いてくれるのありがたいよ。このまま蹴りをつけたいところ。さあ、あとはドラゴンライダー。おっと、相手の攻撃。ドルマね。魔法の盾。これっすよ。やっぱ。よっしゃ、アストロンじゃないのありがてえ。はい。てか、大目玉大好きだね、プーヤン。ずっと使ってるな、大目玉。さあ、波動。あんま効かない。よし、当ててくれ。煉獄斬り当てれば、このターンで勝ち。わーお、わーお、ちょっとわからなくなってきたけど、まあ大丈夫だろう。電撃強者、アストロン使わないだけありがてえ。大丈夫だよな大丈夫か。他呪文だもんね。オッケー、勝ちました。危ない。よしよしよし、バギマー、ジジイ、ジジイ。危ねー、やっぱ敵強くなってんな。こんなに強いカードたち使って大丈夫かってなるもんな。よしよし、僧侶レベル10。よし、素晴らしい。オッケー、シルバーデビル。まあ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 。うわー、負けちゃったよ。モンスターは精一杯戦ってくれたから、僕がもっと強くならないとダメだよね。そうだね、レベリングアーケードモード行くと方がいいかな。はい、というわけで皆さん、ここまでのご視聴いただきありがとうございました。本日はここまで。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつごごー、見てくれてありがとう。